この世の果てか極楽か、今夜も夜な夜なヒューマンスクランブル、競争が激化する配信アプリ業界、ダウンロードしてみるかい？その先は君次第。バカじゃねえってもう一回、気にすんなってそういくかい？ファンタ何発投げたと思ってる？イベント時10倍出すのにどれだけかかってると思ってる？ナイスあのテンキュー、ありがとうございます。そんな声聞いて僕また投げる。運営と配信者にチャリンチャリン、配信通知が届く。枠に行くワポチです。よし俺が来たぜ、任しとけ。あっ特命さんナイス2、いっぱい来た。後で DM しとくね。タッチ ID に指を重ねる。購入完了の画面何度見たことか。ただのデジタルエフェクトがなんでこんな値段するんだよ。小さいスマホの画面内に大きな花火が打ち上がる。財布が寒いどころか預金残高は大嵐。全然ふわふわしちゃいねえ。これはふわっちだ。これ美味しくねえとか思って俺も配信したが、アイテムが飛ぶどころか閲覧数ゼロ。マジで画面チェック用の別アカがポツン、たった一人。俺が俺を見てた。おいこれ今どういう状況？この広いネット世界で10億人に繋がるこの世界で、俺は一人配信し、俺はたった一人自分を見てた。そもそもなんてこんなことしてるんだ。もともとネタウヨ版祭りで赤番された桜井誠のオレンジラジオを聞くためだったのに、とうとうアイテム買う金も尽きた。サブアカ2つ作って無料アイテムをかき集める。ポイントサイトでアンケートに何個も何個も答え、そしたら営業電話がバンバン鳴りっぱなし。食事はキムチと納豆に頼り、健康にいいねってうるせえわ、金がねえんだわ。働けど働けどワーキングプア、じっと手を見ずに今日も見るでバッチ。画面が数秒間ピカピカ光るだけ。そんなエフェクトに1000円、そんなことってある？毎日やってるイベント、それってもう日常。バク投げかっこいい。お前らいくら持ってんの？応援してる子がイベ上位になったって。俺も別に全然嬉しくなんてない。俺はふと思った、計画員で楽しもう。カンピーとかウィーネとか外投げる存在。ブワッチブワッチ、重火器のブワッチブワッチブワッチ、底辺アプリブワッチブワッチブワッチ、ママが多いブワッチブワッチブワッチ、子供置いてブワッチ。ただのデジタルエフェクトがなんでこんな値段するんだよ。小さいスマホの画面内に大きな花火が打ち上がる。財布が寒いどころか預金残高は大嵐。タンポ犯罪者、アルコール中毒患者。これ美味しくねえとか思って俺も配信したが、アイテムが飛ぶどころか閲覧数ゼロ。マジで画面実況の別アカがポツンあった一人。俺が俺を見てた。おいこれ今どういう状況？バッチバッチ、中華金のバッチバッチバッチ、底辺アプリバッチバッチバッチ、ママが多いバッチバッチバッチ、子供置いてバッチバッチバッチ、メンヘラのたまり場バッチバッチ、ナマポ犯罪者アルチューバッチバッチ、ばあちゃんに実施者バッチバッチ、俺の居場所バッチ。あ、匿名さん、花火ナイス&thank you and I love you。